こんにちは、大人の旅チャンネルです。今回は群馬県草津の人気旅館の中でもお部屋に露天風呂がついているお宿を5つご紹介します。デートやご家族でのお出かけに最適です。群馬には本当に素敵な温泉街がたくさんあります。皆さんが行きたいと思う宿が必ず見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目に紹介しますのはケイです。草津温泉湯畑から徒歩3分と温泉街の中心に佇む大人の隠れ家オーベルジュです。最大の魅力は何といっても令和元年8月にオープンした最新の旅館であることです。老舗の高砂旅館の跡地にできたケイのお部屋は全室スイートタイプとなっており、7部屋ございます。露天風呂付きの客室は3部屋、それ以外に貸し切り風呂は3箇所ございます。草津温泉でも珍しい白濁の地蔵源泉が湧き出るお部屋もございます。そして草津の名湯で疲れを癒した後に待っているのは群馬県の素材をベースとした絶品の日本料理です。オーベルジュの名にふさわしい一皿一皿に感動すること間違いありません。群馬県草津で優雅な時を過ごしたい、そんなあなたにおすすめです。続いてご紹介するのは時の庭です。中心街からは少し離れた場所にあり、草津エリア屈指の旅館となっております。最大の魅力は何といっても温泉です。温泉尽くしのお宿となっております。洋室と和洋室合わせて64部屋あり、その全てに客室露天風呂がついている徹底ぶりです。さらに3つの貸し切り露天風呂は終日24時間予約なしでご利用いただけます。それ以外にも2箇所の温泉と満天の星空を望める露天風呂、サウナや岩盤浴などがございます。気になるお食事は月替わりで旬の素材を楽しめる和懐石を楽しむことができます。メイン料理は魚や肉などから選ぶことができますので、その時のご気分に合わせてお楽しみいただけます。大型の旅館となりますので、ご家族でのお出かけと、とにかく温泉を楽しみたい方におすすめです。続いて草津温泉ボウンをご紹介します。湯畑まで徒歩1分の好立地の本旅館は1599年創業の老舗旅館です。廊下には素敵な生花が並び、おもてなしを演出してくれます。和室を中心として43部屋を備え、雲昌庵の露天風呂付き客室が最高です。お風呂は6種類あり、源泉も2つに分かれているので、それぞれの感触を楽しめます。最大の魅力は老舗にふさわしい伝統的な接客です。日本のおもてなしを感じる丁寧な接客に心温まります。食事も部屋食が中心となっており、家族や恋人とプライベート感あふれる時間を過ごせます。群馬県の食材をふんだんに使った創作料理の数々とそのボリュームにも注目です。素敵な接客と部屋食で心温まること間違いありません。続いて草津ナウリゾートホテルを紹介します。和洋折衷のカジュアルなリゾートホテルとなっており、プールやテニスコートを完備しています。10タイプ全149室の客室を備えており、中でもおすすめはテラス露天風呂付きツインです。草津が誇る万代湖の源泉かけ流しの露天風呂がテラス席で楽しめます。露天風呂に浸かりながら楽しめるスパークリングワイン付きのサービスはとっても嬉しいです。貸し切り露天風呂も5つあり、24時間営業しております。お食事は4つお選びいただけます。和洋中ビュッフェ、フランス料理、日本料理、中国料理です。その時々の気分に合わせてお選びいただけます。スポーツ施設が充実しており、実はアクティブカップルやご家族におすすめです。室内プール、テニスコート、パターゴルフ、卓球が楽しめます。余談ではありますが、草津温泉スキー場へもシャトルバス1分です。草津を欲張りに満喫したい方におすすめです。
最後に紹介するのはワエル宿高松です。2020年10月オープンの新しいお宿です。和と洋を掛け合わせるということでワエル宿と命名されているこのお宿は23部屋を備え、全室バルコニー付きです。4階フロアの客室は全て露天風呂付き客室となっており、レイロには2つの露天風呂が付いております。ベッドも3つ備えており、贅沢を存分に楽しめます。源泉のうち1つは最も良質とされる湯畑の源泉を引いております。また夕食は徒歩1分の姉妹館喜びの宿高松で上州和牛をメインとした懐石料理を楽しめます。朝食は焼きたてのパンが特徴的で、高原パンで素敵な一日の始まりを迎えることができます。ぜひバルコニーの客室露天風呂で大切な人と素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。以上、草津の露天風呂付き客室のあるお宿5選でした。今回はお部屋に露天風呂がついているお宿を紹介しましたが、他にもいいお宿はたくさんございます。昔ながらの素敵な旅館、友人と大人数でワイワイ楽しめるホテル、皆様のいい旅の情報となればとても嬉しいです。ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。